ピット離れはほぼ揃いましたが、コース争い早くも大きく動き出てきています。第3レースの予選競争です。対戦メンバー1号艇東京中村かなえ、2号艇静岡石原翼、3号艇志賀澤田直也、4号艇三重松井光也、5号艇東京片岡大地、6号艇大阪上条信孝、以上の6名です。さあ外枠勢が動いてきましたが、さあ1番中村の隙をついて、2番石原、3番100メーター近辺やや深くなってスタートまで10秒を切ります。進入体系はインコースから2番3番1番4番6番5番です。スタートしました。内側の3艇5スタートを切りました。その中でも1コース3コース少し伸びていきまして、1周1マーク、2番の石原真ん中ついて、1番の中村、さらには内から3番の澤田、4番の松井と続く。さあ先頭争いわずかにここで3番の澤田抜け出してきました。2番の石原をかわしていきますが、内から4番の松井もやってきた。スタートは前提正常。この2人を振り切って3番の澤田2マークトップで抜け出す。内をついてきたのが2番の石原。さあ鋭く詰め寄ります。差しが届いた。ここで2番の石原、3番の澤田並んで内からかわしたのは2番の石原です。4番手も差は4手進5手進と大きく開いています。先頭が2番の石原翼。これから最終ターンマークの旋回となります。配当的にはややここは高めとなりまして、3連単は2番3番4番の組み合わせ、86倍のオッズです。先頭2番石原5輪、3番澤田5輪、4番松井5輪、